姫路市立美術館で開催の、はい、展覧会、はい、杉本博司本家撮りについてお話を伺いました、はい、ね、杉本さんもう皆さんご存知のように、うん、日本美術に造形深く、まあ、日本美術だけじゃないかもしれないけど、ええ、特にで、すでに書かれた本、15年ぐらい前に、うん、でうつつな像という著作の中に、はい、一節本家撮り、本家撮りっていう、はいはい、本家撮り論みたいなの書きましたね、うんうん、まあ、日本美術のこうコレクターになってしまってどん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 深みに入っていって、はい、それでまあ自分の作るものと自分の買うものとが非常にこう深く結びついてきてると、どういうわけか同時代の作家たちから何のインスピレーションも、伝わってこない、うん、でまあもっともっと古い、うん、だから一番尖ったところが一番古いところからこう影響を受けるっていうのは自分の中でね、あ、だからそういう方が面白い、うん、逆に言うと、まあ、現代って堕落してしまって学ぶべきことは何もないとないいうことは自分の心の中にふつふつと湧いてくるようになったと、はい、だからそれをまあ本家撮りということで先人の残したもので、いいものっていうかね、うん、あの忘れ去られてしまっているようなものが、うん、もう一回見直してみると今よりも数段コンセプトも上だし、うん、技術的にも上だしね、絵だって何だって、うん、時代っていうのは進歩するのか退化していくのかっていう、はい、うん、開花史的には退化してると思うけどね、うん、だって宗達やもっと木慶の絵とかね、そういう先人の絵をあのレベルで描ける現代の日本画家っていないよね。でも美術古美術を収集したりとか、うんうん、どんどんいいものを見ていったら、うん、どうも美術の世界では必ずしも進化はして、うんうん、進歩してないって進歩してないけど、まあその現代美術としてね、何かこう観念芸術とかそういうものとかね、うん、あのまあ具体とかいうムーブメントもあったし、うん、何かこう美術の領域が拡張していくっていうのは面白い状況があったし、うんうん、読売アンデパンダントとかもあったし、うん、まあ、その頃は僕はまだそういう世界には興味持ってなかったんだけど、うんうんうん、ただそれにしても、まあ、ヨーロッパとかアメリカの方でもそういうあのアートの拡張で、まあ、デュシャンが出てきてある一つの、うん、まあ、あの本家撮りみたいなのをやってるわけじゃん、デュシャンもね、はい、レディメイドっていうのは僕は本家撮りだと思ってるんですけど、はいはい、はい、ですから何を競うのか、絵のうまさを競うのか、それともその世界をこうどう解釈するのかとか、そういう問題と、うん、絵だってそうだよね、うん、世界をどう見るかっていうことが絵なんだからね、うんうんうん、それからそれがまあ雪舟の時代とかね、木慶の時代とか能阿弥の時代とか、あの辺の水墨の心象風景みたいなのが、まあ、ある意味で素晴らしい完成度に達してるけど、まあ、はっきり言って僕は雪舟の絵ってそんなに高く評価してないんですけどね、うん、それはあの馬遠とか木慶とかね、その中国の本家に比べれば、うんうん、これは中国人に見せるとその雪舟の絵なんて、うん、これ民末の地方画家だなって言われる、でもまあ日本人からすればこれ素晴らしいとい う、うん、こう神様みたいに祭り上げられちゃってるところもある。割と杉本さん、あの今までそういう古美術と、うん、あの自作を語るっていうのだと、うんうん、割と宗教美術が多かった気がするんですが、神像とか仏像とか、うん、あるいは仏画とか、うん、今回割とすごく絵画史に絵画史に急に発展してきちゃった、うんうん、というのはまあまあいろいろ収集のな流れっていうのもだんだん変わってきてるし、うん、あとまああの書のまあ領域っていうのもね、うん、大東国史とか、はい、あの無双漱石とかそういうものが、うん、なんか集まってくる、変えたっていうのか集まってきたっていうかねでそれに影響を受けて自分も書を始めたっていうこともあって、うん、でやっぱり書と絵画っていうのは非常に被るところもあるし、うんうん、まあそういうこともあって、うん、まあだん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 絵画の領域に本家撮りが拡散してきたということになったのかな。で具体的に少し、うん、あの例を伺っていいですか。はいはい、例えば杉本作品、
そうですね、これ90年代に、うん、あのサンフランシスコの自然史美術館で、撮影したものなんですけどね。で後ろに描き割りの絵なんですけど、これは非常に水墨画風に見ようと思えば見えるなと 思ったんですよ。実際にはね、あのこういうふうに見えないんですよ。逆にその水墨風に撮影してるんですよ。でそれの元となったのがこのカタログに出てる木慶の正倉八景図の恩寺万象という波照間美術館にある国宝の水墨画なんですよね。でこれを見た時、あ、これはあの木慶の恩寺万象のようにトーンに合わせて撮ろうという露出をそれに合わせてるんですよね。南宋の画家木慶といえば、うん、藤田美術館にもあるこの母蝶図ってあるんですね。あの、まあ、カラスの絵ですよね。母蝶図っていうのは、まあ、黒い鳥ですよね。黒い鳥ですね。まあ、その名画もいくつか畠山にもあるし、藤田美術館にもあるんで、まあ、この場合には藤田美術館の、黒い鳥を、モデルにして、じゃあこの鳥は母蝶にしようと、それであの両方とも、トーンが無理なく焼ける色調に、現像液の調合とかするわけですよね。頭の中で設計図があって、それに基づいて、まあ、絵を描いてる、頭の中で絵を描いてるみたいな、8バー10のコンボションの中でこう完全に組み立ててるっていう、ある意図的な革新犯的な、工程表みたいなのがあったんですね。ビジュアル工程表っていうのかな、建築家が図面を描くように写真家も図面を描いてるんですよね。でもそれはその木型の絵を知ってて、それが好きでっていうのが入ってるから、その設計図が描けるわけですよね。だこれはまあある意味では本家撮りと言えるんではないかと、完全に本家がもう頭に入ってるんですかね。だから現代美術で光琳の影響下に何を作るかというようなコミッションを出されたんですよね。それでまあ僕の場合には、じゃあせっかく国宝になるんだから、これをモノクロームに転換して月下紅白バイズにしようと。ということをやったんですね。これは、あのプラチナプリントが天名が開発した技術でもってやってみましょう、ということになって、まあ、切磋琢磨して、これはなかなか色調か何からプラチナプリントのいいとこ取りもしてるし、デジタル化による大型化もできたしと、いろいろなことがあってめちゃくちゃ手間暇かかりましたけどね。月下だから夜の、ね、梅だからやっぱり夜に、歌われる花ですもんね。そうそう、香りがね、夜、梅の香りが漂っていると、ですから、あの真ん中のこの、水面の水流が、あの銀箔風にして、それで画面の上に満月があることを想定して、そこがまあ満月を受けて光っていると、水面が、そういうような、塩梅にデジタル上で調整したわけですね。光琳の月下紅白バイズを見た時に、あの杉本さんの作品見るまでは、あの光琳の絵の時間なんか意識したことなかったんですよ。昼だとか夜だとか、で万葉集の梅の歌って、あれ夜でね、で夜で人は見えないけども香りでわかるとか、そういう歌だったから、やっぱり夜っていうのはいかに大事かっていうのね、月下紅白梅図で分かったりとかね、あれがあるから光琳の絵が意図が分かったりとか、まあ近代から夜が奪われてしまったというね。トーマス・エジソンの以来14丁目に街灯ができて以来夜は侵食されていった、だから夜のこうポエティックな情感っていうのは現代人にはないよね。まあそういうのもあって、まあ、この展覧会の一部として能の「ノークライマックス」っていうのをやってるっていうんです。これは映画に撮ると。お能を神南尿狂気という五番、江戸時代は、ね、やってたんですね。神と男と女と、
それから狂気です、最後ね。狂って、それで鬼が出て終わる、一日に。一日5番やってたんですよね。それを自然光の中だけで見てたわけですから。だからまあそれのクライマックスのいいところだけをこう自然光だけで映像化しようということ で、でせっかく姫路で やるので姫路城を全面的に開放してもらって、であそこの姫路城に夜3時半から集まってです、衣装を整えて、で夜明けを待つわけですよ。そこで朝日が知らんでくるところでよーっと始まる、これは素晴らしかったですよ。そういう、ことでその、今回 その姫路市立美術館の、ね、本家撮り ある意味、なんていうか杉本さん作家杉本のこう制作の、なんていうか種明かしみたいなところ種明かし、まあ、いや自分のこう制作のスタイルっていうのは、まあ、自分で自分を説明しようとしてるところもあるわけです、だけど本家撮りっていうのは本家の真似であっては、まあ、つまんないんで、本家をより以上になることはないとしてもまた違う面白さが出てこないといけないんですよね。杉本さん、こういう古美術とかそういうのね、もちろんいろいろなところで見たりとか、やっぱり写真作品なり書なりやっていくことでどんどんそういう古いものへの解釈っていうか、古いものの優れたところを発見できたりとかっていうことはあるんですよね。作りながら学習してみたり、そうそう、だからやっぱりな、ね、これだけ生きてくるといろいろ腑に落ちるかな。ああそうだったよなっていう実感が伴ってこう皮膚感覚から入ってくるね、だからやっぱり茶碗なんか作ってみると、難しいもんなんだけども、ああ慣れてくると、あこういう感じなのかっていうのね、なんか手を伝わってくるし、書もやっぱりその臨書とは言いながらこう先人のこう真似をしながら書いてると、ある程度練習してくるとなんかコツっていうのが分かってくるよ。あこの感覚だなっていうね、なんかこうそういう絵も言われぬ感覚っていうのがあるんですよね。まあそれの一番最初はやっぱり若い頃写真 8×10 の現像をこう実験した時に、アンセル・アダムスの処方を片っ端から解いてやってた時に、あこれだよなって、砂漠に墓場に月が昇ってる時のあの黒の締まりに月が綺麗に出てる、あのトーンっていうのはこういう感じでできるんだなっていうのがだんだん分かってくる、で古美術品もそうだし、いろんなことをやってて、まあ自分が本当に欲しいと思うものと好きなものっていうのが、なんかどんどん血肉化されていくような気がするんですよね。血の中にこう逆に思い出すっていうことかもしれないですね、これね。昔の人はこうやってたんだよっていうのが。だからその実体験をちょっとこのカタログに書いてみたんです。これカタログはこれ読むカタログですから、今回。単行本1冊分の字数書きましたから。あ、そうですか。あ、そうですか。ただキャプションじゃなくて、こういう経緯でもって僕の心に何が起こって、思考してこういう作品ができることになった。それの本家はここにありまして、これがこうなってこうなって、これもらっしゃってこう全部ストーリーで説明してるんですよね。わかりました。ありがとうございます。